はい、おはようございます。今日は私の方から2点発表をさせていただきたいと思います。まず第1点目は一般県道隣徳島線吉野川橋北詰アンダーパスの冠水対策工事の着手についてであります。まあ、この場所、一見名前が聞いているのでどこかになるとこ思うかもしれませんが、まあ、徳島市大神町古川の吉野川橋、まあ、北詰のアンダーパスですね。まあ、ちょうど吉野川と道路が、ね、ほとんど同じ高さになって、まあ、昭和40年代交差点における渋滞緩和のために設置をされたものであります。まあ、ここも少し説明が難しいんですけどね、河川堤外、これはまあ専門用語なんですがね、普通は堤防の外っていうと住宅があって守るところとこう思うかもしれませんが、ここは行政用語では堤外というのは逆に堤の中側を言います。つまり堤防っていうのは家やあるいは企業、工場、これを守るためにある、それを堤外というものですから、つまり堤防から川の中っていうことにご理解いただきたいんですが、堤防から見て河川のある側を利用しているということ、また大型車が通行可能な一定の高さ、バスとかトラックがねボーンとこう橋桁にぶつかっちゃったらこうという、まあそうした意味で路面をあえて低く設定をしているということで、まあおそらく最近の地球温暖化その影響ということがあると思うんですが、まあ、大潮の潮位が非常に今高くなってきている、まあ、そうした時に、まあ、冠水をしてしまうと、そして路面が冠水すると当然通行止めとなる、まあ、そこで大渋滞が発生をすると、まあ、こうした悪循環になっているところであります。まあ、そして特に近年はこの潮位が高くなったことによる通行止めがまあ増加をしておりまして、多くの県民の皆さんからもこれなんとかならないのかと、まあ、こうしたお話があったところであります。しかし原則的にこの堤防のつまり川の側ですね、ここには構造物を作らない。なぜかというと当然そこにいろんな構造物を作りますと台風などの洪水時にそこにいろんなものが引っかかって結果として越水をしてしまう、堤防などの機能を損ねてしまうと、まあ、こうしたものがこの治水上の過去からの、まあ、管理側のサイドとしての考えとして根強くあるんですね。だからこの堤防の川の側に道路を作るということは本当は例外中の例外ということになるわけでありまして、臨時的なまあ使い方なんだと、まずここのスタート点をご理解をいただきたいと思いますね。まあ、しかしこれだけやはり冠水で通行止めになり、そして大渋滞を起こすということになると、これは何らかの対策は打たなければいけないなということで、まあ、実はこの通行止めの回数を減らすための方策について、まずは利用者の皆さんにしっかりと意見を聞いてみよう、またその利用状況を調べてみようということで、大型車両の利用者であります徳島県バス協会の皆さん、また徳島県トラック協会の皆さん、また今度は河川を管理をする側、河川管理者ですね、まあ、国土交通省とこの路面のかさ上げを含めまして協議をこれまで進めてきたところであります。まあ、特に大型車両、こちらの運送を行われております運送の事業者の皆さん、つまり徳島県トラック協会の協会員の皆さんを対象としてアンケート調査、こちらを実施をいたしますとともに、昨年の11月1日には現地におきまして大型車の通行状況、それをまあ把握をしよう、交通量調査も行ったところであります。まあ、これらの結果を総合的に判断をさせていただきまして、この度対策の方法を決定をし工事に着手をすることといたしたところであります。ではどんな形で行っていくのかっていうのがこちらの話ですね。ちょうどここの部分ですね、吉野川大橋から降りてきて、でここの部分ということでありました。まあ、こういう形でこういろんな橋と交差をしますのでね、一定の高さ以内に抑えなきゃいけない、よくここにぶつかるっていうのもねお話聞かれると思うんですが、まあ、これに対して路面のかさ上げを行う、しかしそうなると当然のことながら今度は橋とぶつかることになりますので、高さ制限をその分だけより厳しくするということになってしまいます。まあ、今は図面で見ていただいたわけでありますが、まあ、もう一度今申し上げた点を詳細に説明をしていきますと、冠水対策の具体的なその内容として今申し上げた
かさ上げは20センチから40センチ程度の路面のかさ上げをまず行うということ、また一定の区間については延長約380メーターの間に高さ40から50センチ程度の水の浸水侵入を防ぐコンクリート壁、これは川側ですね、に設置をする、まあ、こうした工事を2段階で実施をいたしまして、冠水を防止をまずしよう、そして実はこれまで過去3年間にどのくらい通行止めがあったのかって45回潮位による通行止めが行われたところであります、まあ、こうしたものの多くについては解消をなんとかしていきたいなと、まあ、このように考えております。まあ、もちろん今も申し上げた地球温暖化がどんどん進めばさらに潮位が高まるということもありますので、今までの全部止めるというのは場合によっては難しいかもしれませんが、極力この潮位が高くなったことによる冠水については食い止めていきたいなと、このように考えております。まあ、今後のまずスケジュールについてでありますが、年度内に工事に着手をして、まあ、例年潮位が高くなるいわゆる出水時ですよね、夏頃までの完成を目指していきたいと考えております。なおかさ上げ工事に伴いまして、今度は高さの制限の話です。今高さ制限は4メーターで実施をしているところでありますが、これを 3.8 メーターに低く、つまり厳しくなるということでありますので、今までは十分通れていたバスとかトラックの皆さんですね、ここについては20センチ低くなるんだっていうことを常に頭に入れていただきまして、大丈夫大丈夫なんて言ってガツンと橋にぶつかっちゃうということのないようにお願いをいたしたいと思います。まあ、このため運送事業者の皆様方にはご注意をぜひいただきますとともに、まあ、今後いろいろな手工法で周知をさせていただくとともに注意喚起をしっかりと行っていきたい、まあ、このように考えております。まあ、今回の対策につきましては、まあ、いわゆる堤、まあ、外といいますかね、川の側でありますが、アンダーパスの冠水をまあ解消する抜本的な対策というのはなかなか難しいというのは、これは川の中にそういう恒久的な構造を作るというのは治水上難しいということでありますが、しかしこのアンダーパスの冠水による通行止めをなんとか大幅に減らしていきたい、まあ、できることからやっていくんだと、これもいわゆる減災対策の一環ということで取り組んでいきたいと考えておりますので、どうかマスコミの皆さんにもこうした点についての広報ご協力をよろしくお願いをいたしたいと思います。次に第2点目、こちらは本市道路への渦潮のシンボルマーク入り案内標識の設置完了についてであります。一体何のことかなと思われるかもしれませんが、まあ、徳島は何といっても四国の東の玄関口、そして最初の玄関口というのが鳴門公園ということになります。まあ、しかもこの鳴門公園の周辺というのは何といっても世界で一番の鳴門の渦潮、また渦の道、また干潮線ということでね、この世界一の渦潮を楽しんでいただこうと、まあ、そうした格好の観光スポットでありますし、当番で世界の名画、1000年経つとね、今世界中にある名画もほとんど朽ちてしまうであろう、まあ、そうなった時に大塚国際美術館のこの当番しか残らない、まあ、そうした世界の名画、これを再現をいたしました大塚国際美術館など、まさに徳島が世界に誇る多くの観光資源を有しているエリアでありますし、実際に多くの県内外また海外からもお客さんが来ていただいているところであります。まあ、しかしながらこの本市道路には鳴門という名前がついたインターチェンジが実は2つあるんですよね。まあ、そうしたことでこの本市道路を利用して県外から来られる観光客の皆さんにはスムーズにこの鳴門公園にパッと入っていただく、まあ、そこで分かりやすい意味での標識の設置、これを要望をさせてきていただいたところであります。ではどんな感じに今回なったのかっていうことですね。こちらにありますように、まあ、こうして橋桁のここにこう分かるね、こう渦潮マークをこうつけて、渦潮を見に行くんだったらここで降りてくださいよと、まあ、こういう形、つまり鳴門北インターチェンジで降りてくださいねという、こうした標識をつけさせていただいたところであります。まあ、今回本州四国連絡高速道路株式会社
またはじめとする関係機関の皆様方のご協力をいただきまして、今も見ていただいたような標識を兵庫県側から、こちらは陸の玄関である大鳴門橋を渡ってすぐの大鳴門橋架橋記念エリアですね。この横の横断歩道に、さっき橋桁といったところが取れています。また渦潮をイメージのできるシンボルマークが入った鳴門公園の案内標識の設置、この度完成をしたところであります。またこの標識と、こちらはもうすでに作ってあったんですが、昨年の3月に鳴門北インターチェンジ付近に設置をまずさせていただきました、渦潮のシンボルマークの入った案内標識と合わせまして、より一層鳴門公園に県外の皆さん方が迷わずに入っていただけるように、まあこれもアメニティの一環ということになりますかね。そうした分かりやすさ、そしてサインシステムというものをここで完成ということになったところでありますので、皆様方に発表をさせていただきたいと思います。私の方からは今日は以上の点です。よろしくお願いをいたします。それでは発表事項について質問のある方、よろしくお願いします。なければ発表事項以外について、そしたらよろしいですか。ちょっと前の話になってしまうんですけれども、昨年末 の、 その政府与党 の、 社会保障と税の一体改革について素案が出まして、消費税15年10月には 10% に上げるということが政府与党の方で決めました。でまずこの素案についてですね、一時、まあ、従来から消費税 の、 あの増税には、この時期にはやるべきではないという趣旨のことをおっしゃってたと思うんですけれども、現在もその気持ちにお変わりはないのか、まあ、素案全体についてのご所感とですね、あと今回の中でですね、あの 1.54% がですね、地方分その消費税の中で 5% のうち 1.54% が地方に、配慮されたという形になっておるんですけれども、この規模についてですね、まあ、当初はもっと低くても大丈夫だといういいんだという財務省や方針があったんですけれども、まあ、ここまで押し返したと見るのか、どのようなお考えになっているのかお伺いしたいんですが、はい、まず前段の点については、ちょうど前回の記者会見の時にもね、実は質問があったところでありました、まあ、今回やはりこの景気の悪い、しかも国難の状況の時に消費税を上げていくというのはなかなか厳しいんじゃないか、もっと言うとその前のリーマンブラザーズショック以降のね、100年に一度の経済危機真っ只中に上げるっていうのは、かえって消費行動を抑えてしまうということで、これはおかしいということをまず言い続けてきました。まあ、今回の中ではそうした意味で、まあ、これは具体的な形としてまだ具現化されてない部分なんですが、停止条項を入れようかという案が出されて、まあ、これもまあ我々がこう今の時期はおかしいと、まあ、景気に応じて景気の悪い時には消費税をそれをまた下げちゃうというのを、まあどういう形で盛り込んでいくのかね、まあ、そこは具体的な話はまだ出てない、ただそういうことを入れようと。それからもう一つ言ってきたのは、仮にどうしても上げなければいけないと、まあ、例えば年金をはじめとする社会保障財源としているんだと、まあ、そうした場合には、まあ、軽減税率ってよく言うんですが、諸外国でよくやっている生活必需品、ここは非課税にしていると、まあ、例えば食料、あるいは衣類のものでもその贅沢品でないものですね、あるいは住宅関係とか生活に密着に関連するものについては非課税とすると、まあ、こうした対策っていうのも仮にどうしても上げなければならないという場合は必要なんではないかと。ただこの点については財務省が、それは徴税の手間が大変だとか、じゃあこれは一旦取って還付すると、まあ、こうした話がまあ盛り込まれようとしている、まあ、ただ日本人の感覚として一回取られてまた返してもらうってあんまり嬉しくないというのが実はあるんですよね。だからもっともっとやはり、まあ、確かに徴税コストを安くするっていうのも大切なことで、新しい税を導入をするといった場合には必ずこの徴税コストとの見合いというものを、まあ、税の
側としては、ね、考えるんですが、しかしその手間暇というよりも国民の皆さんの理解を得るということが一番大事なところでありますので、ね、まあ、なんといってもこの消費税というのは逆進性の高いものでありますから、生活困窮者の皆さんが一番その重税感負担感を得るということになりますので、そしてやはり国民感情というものをもっともっと分かる必要がある、もっと現場感覚の血の通った行政が必要なんではないかと、まあ、こうした考えについては何ら変わるところがありません。まあ、しかし年金をはじめとする社会保障4分野とかね、こうよく言うんですけど、この財源がもう逼迫をしていると、まあ、そこで仮にそれに充てるために導入をするんだと、まあ、その場合には同じテーブルにやはり地方としても乗らざるを得ないと。じゃあ最初与謝の当時の大臣が言われたけど、地方はいらんのでしょうと、まあ、これはどちらかというと知事会をはじめとして割と消費税の値上げにネガティブなイメージありましたんでね、だからいらないよと、じゃあ国だけで突っ走って国だけで使うからと、これはないんじゃないかと、いくらなんでも総務大臣すら当時の片山大臣をね外したんですよね。まあ、ここは片山大臣がひっくり返してやはりテーブルに乗るべきだということにまずした。そして昨年の年末、ここは地方6団体代表を出て、知事会としては山田会長に出ていただいたわけでありますが、まあ、その時にもやはり我々、まあ、事前にご相談を受ける中で、まあ、どういった戦いをしていくのかと、やはり仮にこれを上げるというステージになった場合には地方にしっかりと、しかも社会保障4分野というだけではなくて、地方が独自にやっている社会保障のもの、こうしたものはたくさんあるんですね。まあ、今回子どもが入った、これはいいとして、障害者対策も非常に大きなこれ課題になっておりますし、障害者の自立支援法がいわゆる悪法だと言われてね、その改正についてもまだままならない状態になっている中で、やはり障害者の皆さん生活非常に厳しいと、これがあるわけですので、我々としてはやはりそうした点についてもしっかりとこの中に入れるべきだと、まあ、こう山田会長に主張をしていただくとともに、やはり地方の今までやってきた分、もう国はとにかく地方はやってないやってないとか、例えば乳幼児の医療費助成制度は無駄遣いだと、はっきりこれを厚生労働省とかにみんな言うんですね。確かにこれをやるとペナルティーかけられる、それは医療費がどんどん医療を受けやすくする制度がゆえに医療費の増加を招くでないかと、これが国の考え、我々地方は違う、逆に言うと子育て世代が今一番いろんな負担感が大きいということであれば、せめて子どもさんたちにね、歯医者あるいは医者、こうしたところに行けるようにすべきではないか、まあ、徳島としては今3年生卒業までということで、全国でもまあ、ね、トップクラスのところまで、また県内町村にはさらにこれに上乗せをするということになっているわけですね。まあ、こうすることがやはり未来の子どもさんたちを子育てしていこうと、子どもを産み育てようと、こうした機運を育てると、これのどこが無駄なんだ、本来こうした対策っていうのは国が率先してやるべきなんだ、まあ、こうした点を強く主張させていただきました、ね。まあ、絶対にこの 1.5 の線は取るという形で山田会長にもお願いをして、まあ、いろいろな策といいますかね、提言提案と、まあ、オーバーは山田会長に頑張っていただいたんですけど、その結果今お話があったように合計として 1.54、 これが地方の分となった。 5% を仮に上げるという最終形態になった場合に、そのうちの 1.2% を地方消費税として、そして 0.34 分については国の消費税の中から、今もそうなんですが交付税としていただく分として 0.34、 そして合わせて 1.54 という形になりました。まあ、我々として当然これで満足だということではなく、まあ、そもそもこれができるのかどうかが一つの問題になるわけですけど、仮に万が一にも導入をされた時に地方がゼロと、これはたまらないということで、まあ、今回、まあ、こうした国と地方の協議の場で山田会長はじめ6団体の代表の皆さんにね、現場の感覚といったものを知っていただいたという形ということですね。しかしやはり今申し上げたように、今の時期にその消費税を上げて、確かにこれが国際公約として総理がもうしてしまったというのもあるわけですけどね。ちょうど昨日もテレビでイタリアの状況をやっていました。イタリアがこれも完全に破綻をして、国債の株でドンと落とされてね、今どんな状況になっているのかという番組がなされてですね、
でここでは国の方からいろんな仕事を受け持った事業者の人たちが払ってもらえない、仕事をしてるのに払ってもらえない、なんとそうしたものがたまにたまって全イタリア全国で6兆円未払いがある。その一方で税金は厳しく取り立てる。イタリアで今自殺者がものすごく増えてる。割とヨーロッパの国の中でもイタリアの皆さんってね、割とこう南方系という形で割とおおらかな国民性があるんですけど、それでも今自殺が急増している。さあそうですよね、一生懸命仕事してしかも国が相手だから払ってもらえるかと思ったらそれ踏み倒されて税金は厳しく取り立てられる。これは厳しいですよね。だから結局国家財政が破綻するとこうなるんですというのがコメンテーターの最初のね、で日本もそう遠くなくこうなることもあり得る。確かになんかそうならないように我々としては今努力をしているわけでしてね、こうなるからこうだっていうのは少し話が違うんじゃないかというつもりはあるんです。まあ、しかし確かにどん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 今東日本大震災、この復興ということもね大きな課題となってくる中で、しかし多くの国民の皆さんが言われているように、まずはやはり国にしても政治家にしてみてももっと身を切る必要があるんじゃないかと、ね、もちろん身を切るということに対してのいろんなご意見も今は出されていると、何をもって身を切るのかというのが出されているわけでありますけどね、やはり年末の国家公務員の給与削減の話についてみてもね、これを 7.8 下げてそのために人事勧告を無視をするんだ、しかしこの法案を成し遂げようという努力しなかったですね、結局継続審議訪問として延長もしなかった。それが逆に言うと国民の皆さんの不信をさらに高めてしまう。しかし税金は上げるんだよね、消費税は上げるんだよねと、だからやっぱりそういうところを一つ一つここまでやはり努力をしたんだと、この TPP と全く同じ構図でね。だから我々として、まあ、これは当然やむにやまれる話として導入された時にでも地方はゼロだということになっては、逆にこれは県民の皆さん、あるいは市民、町民、町村民の皆さんにね申し上げたかない、きっちりと主張するところは仮にの世界ですけど、そこで上げるということであれば地方はこれだけ今社会保障の関係でまた独自としてサービスを行っているんだということをしっかりと主張させていただいたということだと思います。結局その与党も10% 上げるということについては、まあ、自民党の場合は参院選で訴えたわけで、まあ、同じ土俵に上がったのかなというふうにも見れるんですけれども、その協議が進まない現状、まあ、手続き論的な部分が大きいと思うんですけれども、その点についてはどのように見てらっしゃるんですか。いや、ここはやっぱり最終的には国民の皆さんが特に言っているね、国会議員の定数の問題ですよ。だからどうしてもそこに踏み込まざるを得ない。消費税を上げるんだったらまず国会議員の定数削減ありきではないかと、そこはやっぱり各政党ともね少しこう構えちゃうかねっていう形で、結局そこが本丸になっちゃうんですよね。でも国民はそこを求めてる、そこは まさに身を切ると。まあ、もちろん確かに、まあ、今回今案として示されているね、案徳島は一元されてしまうと、5つのところだけがまあ一元される、ね、あとは比例で80減らすということでしょう。まあ、それは当然徳島としては徳島の声が国政に行き渡る分が減るわけになるんでね、どうして5つだけなの、ただ単に人口だけでいいの、まあ、確かに一票の格差というのはあるんですけどね。じゃあアメリカのいわゆる上院なんていうのは一票の格差関係ないですよね。50州ある全部の州がテキサスとかカリフォルニアとか巨大な州であっても、アーカンソーみたいに小さいところであっても州の代表だっていうことで2人だったら、そういう選び方だってあるじゃない、衆議院も参議院もただ単に人口比だけでやると。例えばその県の代表的な意味合いのある参議院議員さんがね、鳥取と島でも1にするとね、それってなかなかその地域の声ということにならないですよね。例えばね、だから単なるその机上の空論だけでやってしまうからこういうことになるんであって、もっともっと抜本的に、じゃあ一時期はその任意制が無駄でないかっていうことを言われた時ありましたよね。衆議院で落ちた人が参議院に回るとかね、違うでしょって、やっぱり衆議院と参議院ってもともと生い立ちから
違うわけだし、解散のあるなし、衆議院が解散して国会が開かれた時、参議院がそれを受け持つとかね、あるいは予算は逆に参議院がより身近に衆議院がより身近に選ばれるんで、そっちは優先するとかね、いろんなそれぞれの役割があるはず。とか今はもうただ単に10波人からげに人口安分だけでいく、これもやっぱりおかしい。やっぱりこうした機会に政治体制全体をね、しっかりと今の状況に合うように、そして国民の皆さんがこれならねっていうことがしっかりとできて、そしてその延長線上にこんだけ経済も良くするから協力してほしいと、でこういうのに使うと、どうもそうした道筋あるいは説明というものが丁寧になされてない、まあ、全部そうですよね。 TPP しかり、今はちょうど菅さんの時代の原子力の対応、あの事故に対する対応状況が何ら記録が残されてない、これも大問題に今なってきているわけで、少しその意思決定過程、もちろん対外的なこともこれは外国的なこともありますのでね、あまり安全保障的なものを何でもかんでも出しちゃうということがよくは言わないわけです。残すものはしっかりと残しておかないと責任のその所在が分かんない。やはりトップたるものは、これは地方でも国でもそうですけど、最終的には責任の所在をはっきりして、そしてまずければ責任を取る、あるいは歴史的に構成、あと未来になって、あの時は良かった、ダメだったよね、あの人の責任だよね、あの人が良かったよね、まあこういう形を取らなければ意味ない。ちょっとそのあたりも今全くなされてないんではないのかな。こうした俗に言うアカウンタビリティというかね、説明責任、そのなさが国民皆さんの不信を煽ってしまう。でそこででも消費税ありきなんだと、だから余計反発を、また日本全体がより暗くなってしまう。国民の皆さんもよく分かってるわけですからね、やっぱりどうあるべきかと、きっちりといろんなところに目配り気配り配慮したんだということが分かれば、これは最終的にはみんなで頑張っていこうと。確かに今世界中が経済の大変な状況になっているんでね、それはあると思うんですよね。しかしそうした本当に最新のね、目配り気配りが本当になされない、あまりにも大雑把、ここのところだと思うんですよね。すみません、関連してないんですけど、先週、公明党山口代表に言いましたけれども、まあ、比例についての80減というのはどういうふうに言うとかあるんでしょうか。これは今マスコミの皆さんもね、また各党の皆さん方も、また逆に言うと民主党の皆さんも言われているように、確かに少数政党にとっては大変厳しい。それと同時に比例を少なくするっていうことは、それだけ指標が大きいな、まあ、もっと言うと今の小選挙区制度が本当にいいのかどうか、ここに関わってくるんだと思うんですね。つまり一番分かりやすい例でいくと、まあ、小選挙区の場合には白黒なもんですから、 50.1 対 49.9 で 50.1 の人が当選をしたとなりますと、 49.9% が指標になってしまう、まあ、残念だ。しかし比例の場合はそれを極力なくすために、まあ、いろんなこの方式はあるんですけどね、配分をしていく、とにかく比例の場合には極力指標を少なくする。つまりこれは何の意味かというと、国民の皆さんが誰に入れたのか、誰に託したいのかといった点をより明確にしていこうと、投票行為と結果がより一致するようにということなんですね。しかし白黒の話になってくると、これははっきり言って政権、普通はですよ、政権与党に有利になるということなんですよね。まあ、しかし指標がこんだけ多くなるということであれば、逆に昔あった中選挙区に戻すべきじゃないか、こうした意見もたくさんある。だからやっぱり今これだけ国民の皆さんの民意を、マスコミの皆さんも何かあるたびに全国調査、世論調査やるじゃないですか。ということであれば、やはり投票行為についてもはっきりと民意がより現れるという手法、ね、これは選挙制度の問題になるんですが、やはり原点に立ち返って考え直すべきじゃないだろうかと。今はもう選挙区と比例は完全に分けて、それで選挙区でどうするのか、比例でどうするのか、で全体として最高裁で言われた一票の格差をね、より縮めていこうと。ちょっと違うと思うね。やっぱり選挙って何のためにするのかって言えば、
投票した人たちの行為がちゃんとその後の各政党の議席に現れる、ここなんですよね。じゃあそうするためには何が一番いいのか、それはもう選挙制度を含めてやっぱりガラガラポンって考える。ただ単に今の中で人口で格差あるからって言ってね、で5を減らすときはそれで辻褄合うじゃない、小手先の話だけの今話じゃないと。それが逆に言うと大きな政治不信にもつながる。やっぱりこうしましたよ。そういう中でこれこそがやはり身を切ると。誰の首を飛ばすとかっていう話じゃないと思うんですね。やはり日本の憲法に立ち返ればね、まあ、地域主権という言葉も今いろいろ言われるけど、やっぱり主権は在民で国民にあるわけですから、国民の意思がちゃんと現れる。そうしたものに全てしなきゃいけない。そう思うんですかね。福島みたいなこう人口の少ないその人口減で切り捨てられるようになるっていう県にとってはよけいそういうそのものの改革っていうのを原点に立ち返るっていうのがよけいあるっていう。もちろんそれも一つですし、やっぱり人口だけで表すものではないんじゃないのかなっていうのは、じゃあ徳島県の考えという県民の皆さんの考えといったものと、じゃあ東京都の考えが、じゃあ東京の方がやっぱり重いんだということにはならないでしょうと。人口は確か多いですよ。でましてはいろいろな課題が最初に来るのは東京じゃないんですもん。最後に課題が行くのが東京なんでしょ。飛行機が減便、一番最初に影響を受けるのは全部地方です。限界集落に一番最初来るのは東京じゃない、やっぱり地方でしょ。だからそこの意見声というものを先に国が汲み取ることによって、日本全体が将来バタッといくものを事前に汲み取っていくことができる。まあ従来は課題解決権なんていうね、課題先進権なんてよく言う、いい意味でね、ポジティブに言ってよく言われたわけなんですけど、それはやはり解決をしていく一番最初はやはりそういう地方、つまり地方の声をよく汲み取らなければ、結局日本全体が壊死してしまうということになる。そのためには逆に言うと人口の少ないところに逆にバイアスをかけるということがあったって私はいいと。もちろんそれは一定の格差のお話が言われますからね、まあ、そういった範囲内に収めるというのはあるのかもしれませんけどね。ただ今やもう大胆なそうした考えがあったって私はいいと思うんですよね。まあ、先ほどのお話でですね、いよいよその解散総選挙の時期ということですね。そことその選挙制度 の、 見直しの時期との、まあ、兼ね合いというのがいろいろ言われていくんですけど、市のお考えですと、その抜本改革を成し遂げた上でその解散総選挙というのを実施するべきだというふうに思います。まあ、本来はやっぱりそうすべきでしょうね。そうしないと何のために解散するのかがわからないわけですよね。ただまあ解散権は過去ね、この場でいろんな政権の場合に解散近いしっていう時に政府皆さんから聞かれるんですけど、これはまあ総理の専権的事項ですからね、解散はね。でもやっぱり今一番のポイントっていうのは消費税を問うための解散ということじゃなくて、やはり今のこの国の在り方このままでいいよということについての問うんじゃないでしょうかね。なんとか総理は消費税イエスかノーか、そのための解散みたいなイメージ持たれてるかもしれませんけどね、まあ、報道を通じてっていうんですよ。やはりそうじゃなくてこの国の体制どうしていくのか、こういうことを抜本的にやってみるよって。で消費税はその新しい中に乗っかった中でやってる。もちろんそれを争点にしてするともあるんですけど、消費税だけを争点するってイエスかどうかって、そんな話じゃないと私は思うんですけどね。やっぱりこの国国難の状態をどう打開していくのか、世界的に厳しくなったものをどう打開できるのか、その体制あるいは制度といったものがこんなものですよと、やはりそれを争点にしてもらわないと我々も判断がつかない、国民の皆さんも判断がつかないと思うんですよね。先日公表された津波浸水予測についてですが、浸水域も浸水深も前回より増したようですが、県南部の庁舎や、まあ、本庁舎の非常用電源など県関係 の、 津波浸水対策についてはどのようなスキームで進めていくのか教えていただけますか。はい、
これはまあ県我々の県のものっていうだけじゃなくて市町村も含めて、それからあと避難場所ですね、こうしたものについてもやはり根本的に見直していかないといけないと、場合によっては移設するものは移設をしていくと、まあ、その典型として回復要因をどうするのかということがまずあるわけですけどね、まあ、これについてはとにかく極力やっていく、まあ、従来でしたらこれ中長期的な部分に入ったものもあったんですけど、まあ、なるべくこれを3年以内、あるいはもうなるべくもう早く着手するものはしていくという形に、まあ、以前から申し上げている前倒しをしていく、当然その対象になるということになると思いますね。それは全てですね、あの市町村と県で作る津波連絡会議だったんですかねの中で話し合いを進めていくということでしょうか。まずは状況をご説明をさせていただく中で、おそらく各市町村の方からもじゃあそれを移すのか、あるいは補強するのか、で当然それについては手法、この中にはお金部分を含めて、ね、いろんなご提言があると思います。そうしたものをしっかりと組む中で、県独自としてできるものであればすぐさまでも対応していきますし、なかなかそれ難しいということであれば、昨年の三次補正のように国に対してしっかりと支援をしてもらおうというのは、次に来るということを国ももう言っているわけですから、やはりこの三連動地震のエリアに対して徹底的に災害予防、減災対策といったものを振り向けていただきたいということですね。これはまた提言をしっかりとして、そのためにはまず現場のニーズをしっかりと汲み取るということが必要だ。その3年以内っていうのは移設も含めて3年以内に、移設の場合はそこで少しね、まあ、なるべく前倒しとこういうふうに申し上げたんですが、もちろん3年以内にできるんであればそれに越したことはないんで、そこはまず目指そうということですね。まあ、これから知事査定も全部やっていきますのでね、そうしたものの中でまずは案が出てきますから、それに対していやもっとこっちの方がいいんじゃないかとかいうことをやっていこうと思ってますので、まあ、今回の知事査定の中でしっかりとやっていこうと思っています。市町村の要望って何先やったんですか。それでまずは先に知事査定の前に市町村の要望、要望というのは会議を、ね、人数出します。はい、津波対策なんですけれども、全国的に今日も首都直下地震ですとか、ね、発生確率のことが出てましたけれども、もう予算の取り合いが非常に広大な範囲になるかと思うんですが、それについてはこう、なんというか、作戦といいますか、知事、何かこういう隠し玉があるみたいなものはあるんでしょうか。隠し玉って言っちゃったら隠し玉があるんですけど、他にみんな真似されちゃうもんね。いや、これはね、逆に言うと今回の三次補正で財務省が最初はね、被災地だけと決めてたものを、いやいや被災地を支援をする、そして今はずっとやっぱり10年ぐらいは支援をしていかないといけない、そのためには西はじめ今危ないと言われているところを含めて守っていかないと支援できなくなるでしょう、まあ、こうした形でいろんなところに提言させていただいて全国防災枠が出来上がった、その多くをまず徳島もいただけた、これは三連動のところに割と重点的にね配分されたと思うんですけどね、
まあ、当然そうしたことですから、おそらくいろいろな観測が出てきて、いや3連動、4連動とかがね、宮崎大分入ってくるし、またさらに今度は東海地震の発生確率が上がりましたでしょ、 88%。 いやそうなると、私も山梨で課長やってましたからね、昔ではありましたけど、あの時もね、南関東地震とか首都直下型、これに備えよう、そうしないと結局東海地震にこう刺激をされて富士山が爆発するのね。で現に1707年の宝永の地震は3連動の典型なので富士山が爆発した。で富士山が爆発するということは当然のことなので首都直下型地震につながるということで、もう関東から九州まで一連でこれ被害を受けるわけですね。まあ、ここについては奪いようとかなんとかっていうよりも、やはり国に、国は今財政厳しいという中で復興の支援もしていかないといけないと、なかなかお金が出せない、でもここのところはやはり大胆にやっていくしかないんじゃないのかなということですよね。やはり優先順位からするとここをしっかりと守る。確かにこれはいつ来るかわからないし、向こう30年で東海は 88%、 じゃあ明日なのか、明日といえば明日だし、10年後といえば10年後だし、でも1年とか2年でもできるんですよね。今ご質問があったように、やはりきっちりと今のうちからやれるものをやっていく、そしてゼロで来る場合と30で来る場合と70で来る場合で、ね、防御が、まあ、全然違うわけですから、当然常に100でないといかんということではもちろんありません。やはり少なくともやっぱり50ぐらいの今想定するもので防御をやっぱりしていると、まあ、そうしないとおそらく国民の皆さんの安全はもとよりですけど安心につながらない、まあ、ここならばあと逃げればいいんだというところまでいかに持っていけるかと、まあ、ここがポイントになるので、これはもう奪い合いというのをみんなで力を合わせてやっていこうと。でそれ以外の部分については少し、まあ、これは進路かどうかということにしていかないと。ただ国がそこまで腰切れないという部分については我々地方から、まあ、こういうのは少しもう待っていいんじゃないのと、逆にあれやってこれやってというよりはこれはこういいんじゃないのというような時代が来るのかもしれないですね。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。